はい皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋咲子です。本日のテーマは、ブランドイメージを統一する大切さについてお伝えしていきたいと思います。えー、ブランドイメージということを考えたときに、皆さんはあのどういうことを考えますか、えー、いわゆるブランドって言われると、まあ、バッグとかね、そういうのが有名ですけどね、シャネルとか、グッチとか、エルメスとかっていうあの、そういう一流ハイブランド。 ブランドとといいうう言葉ががすすすごくイメージがつきやすいと思うんですよただあの個人事業主まあ私もそうですし皆さんもね、あのー会,まあ、会社とか個人事業とかいろいろ形態はあると思うんですけれどもでブランドっていうものを考えた時にそれは一体どういうことなのかでそれを統一することが、まあ、どういうふうに大切なのかっていうのが、えー、ここ数人ですねホームページ もうそうですしあとはランディングページと呼ばれるお申し込みページ、あとはブログとかあとはインスタグラムとかいろいろな発信のものを私、チェックしているんですけれどもでその時にやっぱブランドイメージっていうのが大事だなっていうのをすごく感じたので、まあ、その定義も含めてどういうふうに皆さんが扱っていったらいいのかということを今日はちょっと、ね、お伝えしていきたいと思います。 えまずですねあの、ブランドっていうものが何なのかっていうことを、まあ、最初に定義づけをしたいんですけど、実際に、まあ、の言葉を、ね、あのキーワードで引くと、まあ、こういう文章が出てくるんです、えーと。ブランドとはどういう意味なのかっていうことですね。えー、と広い意味では、高級や低品質などを関係なしにして、すべての商品やサービスに対してブランドと呼ぶ。競技狭い意味では 高級品や一流品などを示す意味で使われる。ファッション分野ではブランドものや DC ブランド、デザイン、えー、っと、DC ブランドですね、と呼ばれたり、電化製品や一般消費財では一流メーカーのものをメーカー品と呼んだりするとかね、まあそういうイメージで言葉とか使われていきます。まあ、あのー、まあ、商品サービスのことだけではなく、あと、まあ、買う人とか消費者が えー、他の競合他社の、うん、商品とか内容と区別するために、まあ、名前とかロゴとかデザインなどを組み合わせて消費者の購買意欲を呼び覚ますことを意味するっていうようなことを書いているところもあるんですよね。で私がまあお伝えするその大切さっていうのがど,どういう方向から考えたらいいのかっていうのが、まあ、二方向からあってまず一つ目が、えー、自分が自分 まあ、お客様からどういうふうに見てもらいたいかっていう自分の感覚からの見せ方のブランドっていう意味とあとは今度逆にお客様側から素直にあなたを見てどういうふうに見えているかっていう、まあ、自分が見せたい絵とお客様が見ている絵、まあ、これがまあ2つのブランドっていう意味なんですけど。 基本、これがやはりですね、一致している必要があるんですよね。つまり、自分はこういうふうに思ってもらいたいのに、相手がそう思っていなかったら、そういう形でのブランドとして、まあ、広がっていかないですよね。で、逆に、このギャップがあると、いくら発信をしても信じてもらえないっていう点もあるし、えー、商品の価格とか、内容とか、 を伝えててていく上ででずれていってしまう例があるんですよだからそれはよくないから統一した方がいいということを私お伝えしているし添削でそれを言ってるんですね。じゃあ具体的にどういうところで皆さんがつまずくのか困ってしまうのかということをちょっと具体例でねお話をしていきたいと思います。うん、えとまず一つ目が、えー、とイメージに対しての うーん写真とかカラーリングの状態が伝わるものが伝わりにくい状態になってるっていうものですね。えー、例えばですねじゃあお客様層を少し大人女性とか年齢も少し上目でお値段も高いものを 自分ががが提提供供しししてていいいるるるももものが高いもの、の高高級感あをととたします。そうするとその方たちはそういうものを見慣れているしそういうものを好む買うっていう人たちっていうそうだった時にはウェブサイトの作り方として例えば、えー、文字っていうと「ゴシック」とか「丸文字」とかそういうものはやっぱり使わない方がいいんですよ。 それは高級感がないからですで逆にカラーリングもショッキングピンクとかは使わないと思うんですがすごくカラフルなサイドが強い色の主張が強いもので組み合わせるとやっぱ若い人とかは反応するんですけどそういう質素っというかうん 清楚なものですね清素なものを好むような年齢の人たちっていうのはやはり少しペールトーンで薄めのグレッシュな感じとかあとはゴージャスとかになると、えー、少し色のトーンが強めの茶色とか金とか銀とか重,し重いがある格調高いとかそういう色が持つイメージとかがあるんですよね。でそれを理解してその色を使っていく必要があるしフォントで言うと明朝体とか あ少しこうな,なだらかな感じの大人っぽい字ただ印象としては弱いのでそればっかり使っていると印象として弱いっていう見え方になる時があるので強調するヘッダーの時にはもしかしたらちょっと一部五色を使うっていう時とかねあとアルファベットもどういうアルファベットがいいのか セリフとサンセリフって言ってヒゲがついてるものとついてないものとかアルファベットもねどれを選ぶのかとかっていうのもあるんですけれども大体いいその視覚的に訴える方向性がどういう方向性でいきたいのかっていうことがそもそも自分がどういうふうに見てもらいたくて見せたいのかっていうのはやっぱりこれ統一なんですよブランドの統一。 あとは当然あの読み手が喜ぶ発信をしていくっていうところでお客様とのマッチングが,マッチングが起こっていくんですけれどもじゃあどういうものが喜ぶのかっていうのをそもそも知ってるのかっていう話なんですよね例えば私が自分のお客様はどういう方っていうのはね分かってるのであのよく本屋さんに行ったりとか雑誌もその年齢の人たちないし私のターゲットとする人たちが読むような雑誌で 扱われている広告とかカラーとかフォントとかあと紙面レイアウトの配置あの年齢が上の人になってくると細かい文字読めないんですよねあの老眼とか進んでるケースがあるから分かりやすく見やすく伝わりやすいように空間を取ったりとかレイアウト配置とかを取っていったりとかしますよねでその裏にあるものを理解して 自分のサイトの時とか、まあ、発言の時とか例えば、うん、そうだな SNS の発信とかも行間とかを少し多めに取ったりとか短めの文章で、えー、分かりやすくまとめて会議をよく入れていくとかそういうことが多分必要になってくるのかなっていうふうに思いましたなのでその人によって どういうふうに見えるのかっていうことを自分が知っておいてでそういうふうに見えるからそのように発信するっていう感じになるんですよねだからギャップが起こる場合っていうのは大人向きの大人女性向きの商品を扱っているのにサイトに使っているイラストとかがめちゃくちゃ子供っぽいとか、あのー、カラフルすぎるとかねその伝えたい相手に対して いいなっていう好印象を持ってもらえるものはどんなものなのかっていうのをやっぱり知る必要があります特にカラーの部分ですねあと写真の要素もとても大きいです写真がその自分のお客様にとって好ましいと思われる写真、まあ、全般的に好ましいと思われる写真がまずクリアする必要があるんですけれどもじゃあ写真でいうと全般的に好ましいと思われるっていうのは何を撮ってるか分かるどういうものを伝えたいか分かる えー、スマホでちゃっちゃっと簡単に撮ったものではなくちゃんと意図を持ってスマホだったとしてもちゃんと加工してその写真で何を伝えたいのかが分かるような写真である必要があるんですよね。このあたりがやっぱりまだあの意識が薄いというかこれしかなかったんで入れましたとかいう添削を私よくやることになっちゃうんですけど。 えそれでなぜ集客ができると思うんですかと逆に聞きたいという感じなんですよ。私の感覚からするとですよ。だって、その写真1枚とかですね、まあ、他の写真も組み合わせて、まあ、組み合わせてものすごいいい写真が多い中にポツンと変な写真があったとしたら、なぜそれを一緒にあげたんだっていうそ、その感覚があります。つまり、えー、ウェブサイトとか、 投稿とか発信っていうのがそのまま見えたまんまで皆さんのブランドとか印象がついていくことになるので適当でいいやっていう写真をあげる人っていうのは適当な人に見えます当たり前ですけどできちんとした写真を厳選してあげてる人はこの人きちんとしてるなという印象がありますで高級なものを扱ってると見せたいのであればそのきっちりした 高級感のあるような写真をやっぱり載せていくっていう必要がありますよね。それにお金がかかるかもしれないんですけど、そういう一個一個の積み重ねが最終的にあなたという人イコールブランドを作っていくことになっていくので、すべてをうんと手抜きをするなとは言っているわけではありません。ただ特に申し込みページとかホームペーーージジととかかホム しっかりしたものを読みたい人向けのところはバシッと決めていく必要があります。じゃあ私が実際にどういうふうに思ってホームページとかサイトをね作っているかっていうと私らしさが伝わるようにという特に私はビジュアルブランディングないしはリブランディングっていうのを主にしているので、まあ、写真きれいじゃないとイメージ湧かないじゃないですか。で、えー、その方自身のプロデュースもします。 プロデュースをするっていうことは、私自身が自分をどのようにプロデュースしているかっていうのを見せていく必要があるので、変幻自在っていうこともテーマになってます。いろいろな姿、いろいろな形も持っていて、まあ、それがちょっとね、ポップな感じとかも見せるような姿はありますけれども、全体的に流れているのが高級感っていうことなんですよね。大人女性、高級感。ということは、そうじゃない写真はやっぱり上げない。 ようにしています、まあ、そこが最低限の砦になりますけれどもねでそういう写真を統一して上げていくとどういう評価を私されているかっていうと「中子さんのサイトはいつも綺麗なものでその写真自体を見るのもワクワクするし憧れる女性です」とかってやっぱり言われるんですよね。 でじゃあ、あのー、だらしない写真を一切載せないのかっていうと、流れていっちゃうフィード、フェイスブックのなんかこういうところで飲んでますみたいな、そういうのは上げてます。それはきっちりしたものじゃなくて大丈夫な、私のその動きを見てもらうっていうのも必要なので、そういうのを上げてます。で、インスタグラムはそれなりにきっちりした形で上げているので、もしそういうような写真を上げるとすると、ストーリーズ、消えていってしまうもの。 の時には上げる可能性はありますけれども残り続ける見てほしいものはそれなりのクオリティのものを上げるようにしていますそれによって皆さんが感じる印象はそういったきっちりしたものをしっかり対応してくれる、まあ、高級感があるということで、まあ、人によっては手が出ないというふうに言われてしまいますけれども逆にいつかそういう ふうなところでね、見てもらいたいっていうことで、だから頑張る自分になるっていうことを宣言して、私のことをずっと見てくださってる、いつかはコンサルお願いしたいっていう方もいらっしゃいます。だから、本当はそういう方も全部ね、まとめて見ていくことができればいいんですけれども、サービスを何段階に分けないといけなくて、最上級のサービスは当然高いです。で、中くらいとあと えー、少し低価格リーズナブルなものでそれを全部を今扱っているようなサービス構築が私がね <laughs> あの時間がなくてうまく作れていないんですがす数,数種類の段階の、まあ、サービスを作るただ、えー、っとブランドとしてはうんしっかり見ていく割と高級感があるブランドみたいな見え方 で私は構築しているのでそこにじゃあいきなりアニキャラとか漫画キャラをポンんって載せるとかっていうのはサイト上もありえないですねだからそのこだわりが一枚一枚の写真とか一個一個のデザインにすべて現れていてそれは私の本に対してもそうです本は基本出版社が表紙を決めるものなんですけれども私の場合にはコンペは載せてほしいと。 で社内的にその通れば私の兄に近いような形をデザイナーの方が書いてくださってやってくださるようなケースもあるので全体的に私の本っていうのは明るくってキラキラしていていう夢があって手に取って読んだらすぐに実践したくなるみたいな内,内,内,内部の本も含めて全部書いているっていう感じになります。なので うんと皆さんが実際にブランドというものを意識して作っていくときに自分がどう見せたいのか相手から実際どう見られているのかこれをちゃんと調整しながら好まれる方向に見せる必要があるしギャップがあると集客できないんですやっぱりあのずれてると。だから それを意識した上でページ作り、発信をしていくっていうのを心がけてほしいなと思って、えー、添削を私してます。あなたのお客様はどんな人が主ですか、えー、気軽なラフな感じ、ほっこりする感じっていうのが好きっていう方だったら、そこにすごく行々しくって、えー、拡張と、格調高いホームページ見せちゃうと、その人たち来ないんですよ。で、逆に、えー、と、すごく格調高いものとか、 えー、きっちりしたタイプのものを好むような人をお客様に持ちたい時にアニメチックなキャラが多いようなポップな色合いを使ったようなサイトとかそういうとこばっかりしてるとそういう人たちは好まないから合わないんですよだからこのギャップと自分自身の印象と見せたいものと見えてる方向これをきっちり合わせていく必要があるなということで、えー、ブランドっていうものをお話をさせていただきました。 では本日の、えー、ままととめをしていいいきたいと思います、えー、とブランドイメージを統一する大切,大切さはなぜ必要なのかってお話なんですがまず1つ目が自分がどう見せたいのか2つ目は相手からどう見られているのかを理解するこれがまずポイントとして必要でその結果はどこに結びつくかっていうと集客と制約にあの直結します。 はい、ずれていると集客もできないし、ずれていると制約もできないので、そのためにブランドイメージを統一しましょうということを本日はお伝えしました。ご参考にしてください。それでは。